皆さんこんにちは、猫谷です。今日はハイビスカスのご紹介なんですけど、夏といえば、ハイビスカス、こちらはですね、ミセスユミっていう品種になるんですけど、今日ハイビスカスですね。でハイビスカスのおすすめポイントは、3つ今日考えてきたんですけど、まずですね、私は視覚障害者で現在視力が 0.02 くらいしかなくて、ぼんやりと輪郭が分かるくらいなんですけど、と色もまあ分かりますかね。なのでですね、ちっちゃいお花ってよく分かんないんですけど、ハイビスカスって一つのお花が大きくて、もうお花が見て見て私咲いてるよ、綺麗でしょっていう感じで、すごく花が咲いてるっていうのが分かるんですよね。でなので、私のように視覚障害者の方、ぜひおすすめなのでですね、今日はハイビスカスのご紹介をしたいと思います。おすすめポイントは、花が大きくて見応えがあると、2つ目が丈夫で育てやすいと、3つ目が花がすごく1年間を通してこう春から秋まで長く咲いてくれるっていうところなんですけど、はい。で、あと何か喋ろうと思ったけど忘れちゃった。じゃあまずですね、2つ目が丈夫で育てやすいですね。で、丈夫で育てやすい、ハイビスカスってなんかちょっと難しいって思われてる方も多いと思うんですけど、意外と丈夫で育てやすいです。はい。なので育て方もまた後で言おうと思うんですけど、丈夫で育てやすいっていうことと、で3つ目が長く咲いてくれるっていうことですね。春から秋まで、夏のお花っていうイメージがあるんですけど、結構ですね、11月12月ぐらいまで咲いてくれるし、春もまあ春がちょっと遅いかな、やっぱ暖かくなってから、5月ぐらい、4月のゴールデンウィークぐらいかなから咲き始めて、でも冬がですね、結構寒くなっても咲いてくれて、11月12月で冬は室内に取り込むんですけど、室内でも冬の間も咲く時もあります。あったかい暖冬とかだったらですね。なので長く楽しめます。はい。で、ですね、次育て方ですね。育て方はですね、こっちがですね、まず紹介しようかな。こっちが初めて買ったハイビスカスで、こうピンクかな、でこの子はですね、もう5年目ぐらいかな、今のうちに引っ越してきて最初に買ったので、でこの子はですね、挿し木がしやすかったですね。すぐこれ挿し木ができます。でだいぶ増やして人に差し上げましたね。でこうピンクですね。でこっちがこのミセスユミっていう品種名がついてる、なんかいかにもなんかザ・ハイビスカスって感じで、なんか色がですね、なんか綺麗だと思います。はい。で育て方のポイントはですね、まず太陽が好き、お水が好き、肥料が好きで、寒さには弱いっていうところですね。はい。で太陽が好きということで、室内でもこういう感じで、今ですね、撮影のために外でちょっと喋りにくいので室内取り込んでるんですけど、今は私外に置いてるんですけど、室内で育ててらっしゃる方も多分いらっしゃると思うんですけど、できればですね、外の太陽の光にしっかり当てる、室内でもこういう縁側とかでこうしっかりこう太陽の光が入るところで育てたらいいと思います。で太陽が好き、お水が好きですね。で水ももう毎日、夏の間はですね、水はもう朝あげて夕方、もう一回夏の間、真夏はあげてもいい感じだと思うんですけど、私は朝だけしかあげてないですね。1日1回しかあげてないです。はい。でなので大きめの鉢に植えとくとですね、1回でいいと思います。ちっちゃめの鉢だとやっぱりもう夕方にはもう葉っぱがくたーってなると思うので、ちょっと大きめの鉢に植えとくと、土がたっぷり入ってるので水の、持ちがいいので、朝だけでもいいと思います。で水、あと肥料ですね、肥料も、だんだんお花がですね、ちっちゃくなってくるんですよね。で今はどうかな、もうちょっと大きくてもいいのかな。で、なのでどれぐらいにっていうことはないんですけど、まず植え替えの時に肥料、マグアンプ系を私は使ってるんですけど、元肥としてですね、入れて、なんかお花ちっちゃくなってきたなと思ったら、ちょっとこう表面にマグアンプ系をパラパラって巻く感じですね、って感じで育ててます。はい。なのでこのうちの地方、全国的にそうだと思うんですけど、8月すごく長雨が続きましたよね。
なのでだいぶ肥料分が流れ出てしまってると思うので、多分そろそろ肥料をあげた方がいいのかなって思っているところです。はい、近々肥料をあげようと思います。で、あとはですね、虫はですね、まあいろいろつくと思うんですけど、私の場合は、最初の年に、貝殻虫と肌にじゃなくて違う貝殻虫とハマキムシがつきました。で、貝殻虫が、ついたので、なるべく私農薬使いたくないなと思ったので木作液だけでやってたんですけど、やっぱり貝殻虫がついたので、その後オルトラン DX をこう植える時に入れて、そうやって肥料をあげる時についでにマグアンプ系も表面にまたパラパラって撒いたりしてます。でマグアップケアあげとけば大丈夫かな。貝殻虫とあとハマキムシも一回ついたことがあります。ハマキムシはですね、この葉っぱがこうくるくるってこう巻いちゃうんですよ。で、っていうのが一回ついたことがありますね。でその時はその葉っぱも取って、それも、多分オルトラン DX で防げるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、ハイビスカス育ててます。でですね、ハイビスカスは夏のお花なので今、この時期ですね、もう夏も終わりに近づいてきたので、私もそうだったんですけど、ちょっとですねお安くなるんじゃないかなと思って、見切り品みたいな感じで、私もいつもそうやって買うんですけど、1000円ぐらいのが半額500円とかになるんですよ。なので今チャンスだと思います。もしお安くなってるハイビスカスがあったらですね、ぜひハイビスカス育てやすいし、とっても見応えのある綺麗なお花を長く咲かせてくれるので、ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。で、冬の寒さに弱いので冬はですね室内に取り込みます。で、そうですね、最低気温が10度以下になったら取り込むってことをよく書いてあるんですけど、まあ10度以下になっても結構私は出してますね。また取り込む時にまた動画撮ろうと思うんですけど、まあ一桁になったらそろそろ取り込まなきゃねって思うくらいでいいんじゃないかなと思います。はい、で我が家の場合は九州なんですけど、11月の終わりくらいかなに室内に取り込んで、で冬の間はですね、水は毎日あげなくていい。でこう鉢をですねこう持って、こう今の重さと比べてこう軽くなったらあげる感じ、2週間に1回とか1ヶ月に1回とか、まあ、そんな感じで、まあ、全くやらないっていうのはよくないですね。冬はまあちょっと思い出した頃にお水をあげて冬越しをさせるといいと思います。なのでまた冬に取り込む時に取り込む時の様子と冬越しのポイントなんかもまた動画にしていこうと思います。はい、ということで今日はハイビスカスのご紹介でした。はい、では今日の動画は以上になります。今日もご視聴していただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけると大変嬉しいです。では皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。